医療法人政界法人本部認知症対策室認知症看護認定看護師の松田です。私が所属する認知症対策室は、認知症を抱える方の尊厳を大切に、できる限り快適に、住み慣れた地域で安心して療養生活が送っていただけることを目的として活動しています。認知症を抱えた方がどのように感じるのか、本人の立場を想像し、一人の人として考え、周りの人たちから大事にされているという気持ちが持てるようなケアが行われるように、携わるスタッフと共に考え取り組んでいます。それでは認知症予防シリーズ2をご視聴ください。WHO は2019年5月に認知機能低下や認知症のリスクを軽減するために初となる認知症予防の指針を出されました。この項目に合わせてお伝えしています。身体的活動への介入と管理することに分かれています。初回は管理の概要にある6つの項目から管理する必要性についてまでを話しました。今回の公開講座は認知症予防シリーズ2として、こちらの5つの視点で身体的活動の介入についてを話していきたいと思います。栄養の介入ですが、ご飯、パン、麺などの炭水化物をメインとする高カロリー食や肉、魚や卵などが制限された低タンパク食および低脂肪食は軽度認知障害や認知症のリスクを高める傾向にあります。また魚の摂取量が多いとアルツハイマー型認知症や認知症のリスクが低下するとも言われています。サンマやブリ、イワシ、サバなどの青魚にはこれですね、DHA や EPA が多く含まれています。魚の中でも特に青魚に含まれる DHA が良いとされています。 DHA は脳の構成成分で記憶力とか判断力の向上、認知症予防に有効であるという報告があります。また EPA は脳まで届きませんが、血管を拡張して血行を促進するので生活習慣病を予防できます。生活習慣病の予防によって間接的に認知症の予防に役立ってきます。欧米では果物、野菜、全粒穀物、豆類、ナッツ、オリーブオイルをふんだんに使った地中海料理に認知症の予防効果があると研究で報告され推奨されることがあります。日本では馴染みのない料理なので、毎日食べるとなると現実的な予防法とは言いづらいです。日本人を対象にした研究では、大豆や大豆製品、緑黄色野菜、単色野菜、海藻類、牛乳、乳製品を多くとって米を少なくとる食生活が発症率を下げるという報告があります。健康を保つために必要な栄養素があります。その栄養素はタンパク質、脂質、炭水化物、ビタミンやミネラルの5大栄養素です。バランスの良い食事とは、その5大栄養が過不足なく取れる食事のことを言います。主食に頼らない、偏らない健康的なバランスの取れた食生活によって、認知症の発症予防を期待できる可能性があると言えます。実際の食事に見るとこのようになります。主食であるご飯、パン、麺は炭水化物にあたります。主菜になるのは肉や魚、卵といったタンパク質を多く含む食材です。副菜になる野菜や海藻類からビタミンやミネラルを摂取することができます。食品摂取が多様であればあるほど認知機能が低下しにくい傾向が見られています。ゆっくりよく噛んで楽しく食べることがポイントです。サプリメントでの摂取よりも、なるべく食事から必要な栄養素を摂取することが理想です。ビタミン E をはじめとする抗酸化物質補充療法に認知症予防効果はないことは研究で明らかになっています。サプリメントとして EPA や DHA の効果は証明されていません。
胃腸の歯エキスの認知症予防効果も認知機能改善効果もなかったという報告もあります。以上のようにサプリメントによる認知機能の改善や認知症予防効果がないと科学的根拠もありますし、サプリといえども有害事象は起こり得ます。認知症予防を期待してサプリを飲んでいる人は飲むのをやめた方が安全と言えます。適度な飲酒が認知症を予防することや、フランスのボルドーでの研究では赤ワインの適量摂取は認知機能低下に対して予防接種、ごめんなさい、予防的効果を持つと報告されていますが、適度な飲酒量には人種差、個人差の違いがありますので注意が必要になります。認知症予防目的での少量飲酒を進める根拠はないです。飲酒ができない人に進めるべきではありません。酔いつぶれる、間欠的な多量の飲酒、飲み会とかみたいな飲酒の仕方ですも認知症になりやすいです。他の健康上の利点に加えて認知症発症のリスクを減らすために大量飲酒をされている方は飲酒量を減らすことをお勧めいたします。よく噛んで楽しく食べることができるように歯の噛み合わせも大切になってきます。義歯を調整して噛み合わせを回復維持することで認知症の進行を遅らせる可能性があります。約4400人の高齢者を4年間追跡調査した研究報告からですが、歯がほとんどないのに歯が義歯を使わない人は20本以上歯が残っている人の 1.9 倍認知症になるリスクが高かったと言われています。義歯を使わず噛めなくなることで栄養が偏ったり咀嚼機能が衰えたりして脳の認知機能が低下した可能性があると考えられています。この研究では歯がほとんどなくても義歯を入れることで認知症になるリスクを4割抑制できる可能性も示されています。義歯やインプラントも含めて歯が噛み合う本数が上下で11本以上から20本以下の50人を上の青いグラフで、10本以下の50人をオレンジ色のグラフに分けて示しています。認知症の進行度合いを2年間追跡調査された結果、認知症スクリーニング検査でこの間の平均点数の推移を調べた結果、11本以上のグループ、上の青いグループは軽度にとどまったのに対して 10本以下のグループは重度にまでなったという報告があります。禁煙への介入です。喫煙は認知症発症リスクを 2.2 倍高める。喫煙者はタバコを吸わない人より認知症発症リスクが 2.28 倍高かったという2つの研究報告があります。喫煙によって発症確率が軽減することも示されています。禁煙をすることは他の健康上の利点に加えて認知症のリスクを減らすことができるため、禁煙はした方が良いと言えます。身体活動は認知機能の低下のリスクを軽減するために推奨されています。体に無理のかけない適度な運動として週3回15分から40分程度の歩行や水泳とされております。個人差がありますので無理のない範囲で行ってください。ウォーキング、水泳や水中ウォーキング、体操などを楽しく長く続けることが大切です。ちなみにですね、農作業は運動ではなく労働となります。生きがいに趣味、頭の活動や社会参加とか社会的支援というのは健康に強く結びついています。ストレスを解消することや引きこもりにならない孤独感の中で生活しないということも大切なことになります。認知介入では認知訓練ですね、認知機能の特定の領域に焦点を合わせて個々の機能レベルに合わせた課題を紙面やパソコンなどを用いて行うことや個人療法やグループ療法などもあります。ここにも国立長寿医療研究センターが開発したこのコグニサイズと言われるものがあります。
運動と認知課題を組み合わせた認知症予防を目的とした取り組みがあります。認知症予防ではですね、栄養運動に合わせて休養というのも大切になってきます。30分以内の昼寝は発生抑制効果があるとされております。アルツハイマー型認知症は脳内にアミロイド β やタウと呼ばれる有害なゴミがたまることから始まるというふうに前回の動画でも説明しております。良い環境や良い睡眠、生活習慣対策を行うことで、その有害なゴミとされるアミロイド β タンパクをですね、溶かすことができるというふうにも考えられております。病的老化を防ぐために認知症に対して根治する薬や治療法というのは現段階では見つかっていませんので、予防していくことが大切になってきます。認知症予防というのは遅らすことです。治る治らないという予防はありません。良いからといって何でもしすぎ取りすぎを行うと認知症ではなく違う病気になる恐れもあります。バランスよく健康的に生活習慣の見直しをしてはいかがでしょうか。長寿であればほぼ全員が認知症になっていきます。認知症はいずれ通っていく道です。今認知症になっている人かこれからなる人というふうに考えると、お互い様の助け合いが大切になります。一方 100% 認知症になるわけでもありません。認知症予防の取り組みでなるべく遅らせていきましょう。ご視聴ありがとうございました。正海病院には物忘れや脳の疾患を疑う方を対象にした専門外来、物忘れ外来がございます。詳しい認知機能検査と精密な脳 MRI 検査により、物忘れの原因が年齢的なものか、あるいは病気によるものかなどを調べます。担当医師は大阪大学脳神経外科学教室前教授、医政会病院名誉院長吉峰俊樹医師が月曜日と水曜日の午後に診察を行います。どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせは医政会病院電話番号 06-6326-1121 までお問い合わせいただき、物忘れ外来についてとお尋ねください。詳しい情報はこの動画の概要欄にあるリンクをクリックしていただくか、こちらの二次元コードをスキャンしてください。ご連絡お待ちしております。異性会健康クラブ会員の皆さんへのご案内です。異性会健康クラブでは会員特典として電話での医療相談、健康相談を行っています。不安な点があればぜひ会員特典をご利用ください。お電話はこちらへ。お電話の際、コーディネートナースへの相談とお伝えください。未来プロセスでは NPO 法人としてさまざまな活動を行っております。詳しくはこの動画の概要欄のリンク、もしくはこちらの二次元コードからホームページへアクセスしてください。皆様からのアクセスお待ちしております。